相談・未経験化の Java 求人に求められるスキルレベルは未経験での Java 求人の応募について質問があります独学はどのレベルまで習得していれば入社後の研修なりその後の業務についていけるのですかフレームワークやサーブレットとか JavaEE とかそこまでは独学する必要はないのですかなかなか転職活動に踏み切れず独学をもう少しやってからにしようかと迷っています読者の方から相談メールをいただきました同じような悩みを持っている方向けに回答内容を一部紹介します 必要な知識水準、独学はどのレベルまで習得していれば入社後の研修なりその後の業務についていけるのですかこれは人それぞれだし、入る会社にもよります。私が新卒で入った会社は、半分は専門学校でプログラミングを学んでいる人残りの半分はコンピュータとは関係ない学部卒の人たちでしたが、みんな研修を受けてプログラミングできるようになりました。ですから、一つのプログラミング言語の基礎知識、文法が分かって簡単なプログラムが書ける、があれば、最低限の基準は満たしていると思います。それに未経験化でプログラミングの知識ゼロでも可の求人もたくさんあります。 こちらであれば、知識ゼロで OK なはずです。私が以前勤めていた会社には29歳で他業種から知識ゼロで中途採用された人もいました。その方も研修で基礎知識を身につけて、現場では先輩社員の協力を得ながら、仕事を立派にこなしていました。フレームワークやサーブレットとか JavaE とかそこまでは独学では必要ないのですかこれらを習得しておいた方が採用される可能性は断然高まるとは思いますが、必須ではありません。入ってから覚えるのも全然ありだと思います。年齢にもよると思います。 30代前半までだったら知識ゼロでも採用する会社が多くあるでしょうからね。どの道、絶対、はないので、応募してみて、その結果を見て、それに対応していくというスタンスが良いと思います。書類の時点で全然通らないなら、経歴書を改善する。スキルをもう少し増やしてから再度応募する、などのように、応募して結果を見てそれに対応していくのが一番です。これだけ準備したら必ず受かるというものではないですからね。何にせよ、自分が納得のいくやり方でやればいいと思います。